のぶさんこんにちはこの夏はいかがお過ごしだったでしょうか、まあ、7月8月とねもう例年にない暑さが何度も襲ってきてきっとノブさんの方も参る日があったんじゃないかなと思います、まあ、特にノブさんは体使う仕事を結構やってらっしゃるんで消耗もね著しかったと思いますが、まあ、持ち前の元気さと精神力でね乗り越えたんじゃないかなと思いますで一息ついたらまたね、えー、色々と 相談に乗りりたいというととうころもありますし、えー、それからね、まあ、何より私がね個人的にのぶさんのことね気に入ってるんでちょっとね、えー、ほっとけないかなという気持ちでございますまあ私ももうすぐ50になりますまあこんな年ですんでね誰かの役に立ちたいなといつも思ってるわけなんですよねで、えー、今年春からね特に縁を深めてくださったのぶさんに、まあ、何かね私の力でできることがあったらと思っておりますんで、えー、これからも気兼ねなくご連絡ください まあ、ついついね、もう一、二ヶ月とか連絡空いちゃうと、もうなんかいいやみたいなね、もう今更なみたいな気持ちになると思いますけど、こういう風なね、お打ちで私の方からメッセージを送りますので、<laughs> もしあの、<laughs> 逃さないぞっていうつもりはありませんけども、一息つけたらね、この秋になんか、ちょっとでもね、またお近づきになれたらと思っております。じゃあ、ノブさん。まあ、体に気をつけて、頑張ってください。それでは、一旦失礼します。